はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、第1回レジェンドリーグ開催のお知らせです。レジェンドリーグというのはですね、レッドリーグの後続大会になってまして、レッドリーグっていう大会をね、僕はずっと開いてたんですよけども、名前がちょっと、ね、レジェンドリーグに変わりまして、新規一転ということで、ロゴとかもいろいろ変えましてね、開催する、大会でございます。こちらのね、今日はお知らせ、大会開催のお知らせと、あとでエントリー方法とか、あとそれから、デッキレシピの提出方法なんかについて、一応細かくねご紹介していこうかなというふうに思います。ちょっと分かりにくいかもしれないんでね。はい、大会の概要なんですけども、開催日時は2024年の3月の3日日曜日、予選が15時から、決勝が21時からを予定しております。で、予選なんですけども、4回戦スイスドロー方式と、予定しておりまして、で決勝も、トーナメント方式に、しております。だから必ず予選は4回、全員戦ってもらうと、で成績上位者16名を決勝に連れてくるという形にね、させてもらいたいなというふうに思ってます。で、リミットレギュレーションなんですが、レジェンダーソルジャーアクセラレーションっていう公式イベントが最近あったじゃないですか。あれを元にした、完全独自リミットレギュレーションとなってまして、ちょっとね、アクセラレーションよりも、少しリミット厳しく、設定させていただいてるっていう感じですかね。で、アップメディアさんちょっと全面協力のもとですね、レギュレーション確認ページと、あとそれからデッキレシピを作成するツール、こちら開発していただいたので、今回はね、こちらの使い方なんかも説明していきたいなと、はい、いうふうに思ってます。で、今回定員は64名となってまして、参加方法と参加条件は以下の通りと、なっております。で、商品なんですけども、大会の商品ですね、優勝者、準優勝者、3位まで一応大会商品用意しておりまして、優勝者にはプレミアムパック、決闘者伝説、クォーターセンチュリーエディション、ワンボックス、こちら、リュウ実況チャンネル自身がですね、25周年の記念の、遊戯王のイベントで東京ドームに行って、ゲットしてきた、ボックスを差し上げます。はい、そしてレアコレ、センチュリー、クォーターセンチュリーエディション、ワンボックス、こちらも、私が買って、寝かしておいたものですね。こちら準優勝の方にプレゼントします。で、第3位小悪魔の森決闘者伝説バージョン、1つ、これを、こちらも私が決闘者伝説で買ってきたストラクチャーなんですけど、こちらも3位の方にプレゼントしたいなというふうに思ってます。はい、3位の方多分おそらく2名いますけどね。はい、という感じですね。はい、なのでこの辺の商品がゲットしたい方はぜひ振るってご参加ください。エントリー方法はですね、トーナメルからのエントリーになるんですけども、基本的には、こちらのその概要欄に貼ってあるんですが、このトーナメル URL を踏んでいただいて、でここからエントリーというボタンを押していただくと、エントリーができるのでエントリーしていただくことになりますよと。でエントリー名は、ディスコード、公式ディスコードなんですけども、そちらに参加していただいて、公式ディスコードとそれから、マスターデーのユーザー名と、このエントリー名が同一だと分かるような名前にしてもらいたいですね。はい、じゃないとちょっとこっちもね確認作業が手間取ることがあるんですね。はい、同じにしてください。でデッキレシピ画像、こちら提出していただく必要があるんですけども、注意事項としてこちらのデッキレシピ画像はマスターデュエルのスクショではありません。マスターデュエルのスクショではありません。大事なことなので2回言いました。どういうことかと言いますと、デッキレシピ作成ツールを、アップメディアさんの方で開発していただきまして、こちらを使っていただく必要があるんですね。なんでかっていうと、こちらでリミットレギュレーションが守っているかを確認するからです。このデッキレシピ作成ツールによって。で、どうやって作成するかっていうと、これ概要欄に貼ってあるんですけど、これを使っていただいて、ユーザー名適当に、竜とかでデッキ名なんか適当に入れてもらって、でレギュレーションですね、これをですね、いろいろあるんですけども、レジェンドリーグという、リミットレギュレーションに変えてください。はい、こうすることによって、そのレジェンドリーグでしか使えないカードがもうバッと出てくるようになってます。で検索していただくと、ちょっと今適当にデッキ作るのでお待ちください。はい、適当に今、デッキを作ったんですが、作ったデッキはですね、下の方にこんな感じで出てくるんですね。で、このデッキがちょっと回るかどうか置いておきまして、保存用画像を生成するというこの赤いボタンを押していただくと、画像が下に出てきます。で、ここで一つちゃんと確認してほしいのは、このレジェンドリーグというこの黄色いロゴですね、これが、ついてるかどうか。これついてないデッキレシピは
認めませんので、あの提出を認めませんので、こちらのレジェンドリーグというロゴがついていることを確認して、でこの画像を、保存してください。で画像を保存していただいて、で、この画像をさっきのトラメルのこのエントリーの画像アップロードのところにアップロードしてもらうという感じですね。何回も言いますけども、マスターデルのスクリーンショットではなく、このデッキ作成ツールを使ってこちらを提出してください。でこちらの、あの文字版とあの画像版があるんですけども、画像版の方にしてください必ず。はい、以上です。デッキレシピは何かわからないことがあったら、ね、公式 X かなんかにぶん投げていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。で、レギュレーションの確認ページも一応ね、作っていただきまして、アップメディアさんの方で、で、レジェンドリーグの禁止制限カードを検索ツールですね、こちらが一応、まあ、ちょっとすごい量あるんでね、禁止カードと、まあ、制限カード等々、まあ、ちょっと読み込みが もはや追いついてないレベルでめちゃくちゃいっぱいあるんですけども、まあ、これを、まあ、一応使うと、まあ、何が禁止で何が使えるのかっていうのが分かるようにはなっています。まあ、一応ねデッキレシピ作成するからも全部見れるんで、まあ、これも、まあ、ここ見ていただくのが一番早いかなと思うんですけども、まあ、こちら確認していただいて、まあ、いろいろとデッキを調整していただければなと、はい、いうふうに、思っております。はい、以上です。で今回の大会の目的なんですけども、まあ、一応ね、まあ、ランクマとかとはちょっと違った環境になると思うので、まあ、レジェンドデュエリストたちのキャラクターっぽいデッキが活躍するようなレギュレーションになる予定です。で、まあ、そういったデッキがね回すの好きな方もたくさんいらっしゃると思いますし、まあ、なかなかこういうデッキを、ね、回す機会もあまりないと思いますので、まあ、そういったちょっと別の軸のマスターデルの楽しみ方として、まあ、ちょっと今回の大会は開いているというところなので、ぜひね、そういったデッキを回すのが好きな方は、参加していただければなというふうに、思っております。何かわからないことがあればね、公式 X とか公式 Discord のところから、まあ、運営の方に投げていただければお答えできるかなと思いますので、よろしくお願いします。たくさんのデュエリストの皆さんのエントリーをお待ちしております。それでは大会でお会いしましょう。